僕10年ぐらい前に住んでたアパートが洗濯機置き場がなくて、近くのコインランドリーに行って洗濯するっていうのをずっとしてたんですけど、でその時は当時付き合ってた彼女の洗濯ももう僕が洗濯しに行ってて、で基本洗濯コインランドリーついた洗濯機回して1、2時間経ったら取りに行ってっていう、ずっとそういうスタイルやったんですよ。ほな、ある時期に3回連続で彼女の下着が盗まれるっていうのが続いて、で当時もう今以上にお金なかったんで、こんなん続いたらもうシャレならへんわと思って、ちょっとその下着泥棒捕まえようと思って張り込みすること決めたんですよ。で張り込みして、もし下着泥棒来た時に、僕も喧嘩とかしたことないんで、このまま犯人のとこ行って舐められたらあかんなと思って、自分なりに一番怖い格好で、かませる格好でっていうので、コント衣装で買ってた和柄のデニム、前が虎で後ろが竜の和柄のデニム履いて、和柄の T シャツの鯉が登ってる感じのやつ着て、でタオルをギリギリ目のギリギリまで巻いて張り込みすることにしたんですよ。その向かい側が駐車場やったんで、その格好で駐車場に隠れてバーって見てたら、張り込みしてすぐ50代ぐらいのサラリーマン風の男の人がバーってコインランドリー入っていって、えっと思って見てたら、僕の洗濯してる洗濯機開けてバーって漁り出したんですよ。でもういきなり来たやんと思って、で最初にかますのが肝心やと思って、向かい側の駐車場から、おい何してんねんこらって、普段そんな言わないですけど怒鳴って、おいちょ動くなこらってバーって走ってったんですよ。そしたらそのサラリーマン風の人はすぐ洗濯機バタンって閉めてバーって逃げようとしたんで、待て止まれっつって腕掴んで、そしたらその人めちゃめちゃ力強くて、冷静な感じで歩いてる腕を掴んだんですけど、僕が思いっきり掴んでるのに一切フォーム乱れずに、そのまま逃亡を図ったんですよ。でこのままだと逃げられる思って、待て言うてるやろっつって、もうヘッドロック、犯罪者やからもうヘッドロックして大丈夫やという判断のもと、ヘッドロックして、おいこのまま交番行くぞっつって、したらもうやめろ話せみたいな言ってたら、多分近くの人が通報しておまわりさんが来たんですよ。でまず僕が取り押さえられたんですよ。その多分僕の方が悪いことしてると思われて、で違うんです、僕こんな人間ですってタオルとか全部取って、で事情を説明したら、じゃあ交番で話聞こうかって言って交番行って、で洗濯も彼女の下着はずっと盗まれてて、この人が張り込みしてたら洗濯も取るのが見たんですっつったら、でもちょっとな、ごめん、犯人かどうかこれ今話聞いて分かれへんってベテランのおまわりさんに言われたんですよ。っていうの、僕が早く行き過ぎて、その時下着を取ってなかったんです。だから持ってたら現行犯で捕まえれるけど、今持ってないからこれ犯人かどうか分かれへんねんって言われて、でも僕は見てるから納得いかなくて、いや絶対犯人やから捕まえてくれって言ったんですけど、いやごめん兄ちゃん、もうこれ犯人かどうか分かれへんねんっていうやり取りがずっとあって、僕がなかなか引き下がらないんで、そのベテランのおまわりさんが、分かった兄ちゃん、ちょっとこの人に頼んで身体検査させてもらうから、もうカバンの中、スーツの内ポケット全部調べさせてもらうから、それで出てけえへんかったらもう今回はもう諦めてくれって言われて、で僕も分かりました、じゃあもうそれで行きますって手打ったんですよね。で奥の部屋にその人連れて行かれて、ちょっと待ってたら、そのおまわりさんから、ちょっと兄ちゃん来てくれるかって呼ばれて、はいって言ってその男の人が入った部屋ちょっと開けて、中見てって言われて、パッて見たら、さっきまでスーツ着てた男の人がスーツとか全部脱がされて、黒のねブラジャーつけてパンティ履いて一人で立ってたんですよ。でこれ何ですかって言ったら、おまわりさんがその身体検査させてもらうにあたってスーツ脱いでもらったら、カッターシャツから何か透け取ったから、カッターシャツ脱いでもらったらブラつけ取ったと。でブラつけてるからちょっと下も見せてくれるかってズボン脱いでもらったらパンティ履いとったと。兄ちゃん確認やけど、あれ兄ちゃんの彼女のかって聞かれたんですよ。でも僕の彼女のやつではなかった、見たことない人だけやったんで、いや僕の彼女のではないですって言ったら、そのおまわりさんが、ほな犯人かどうか分かれへんな。だってその人が勝った自分のやつかも分からん。どう見ても
犯人です犯人そのもののカッコやどこでかいどこでもんじゃないのそこでもんじゃ犯人です犯人じゃないザ犯人どういう基準で言うてんねんいやこんなところで言うのもなんですが本当にプロ野球のピッチャーだったじゃないですか。そうですよ、はい、それもまあまあ大したもんで、はい、それで高校時代はまあまあ日本中でわーわー言われたんですけど、それでちょっと下がれて入ったんですけど、まあ、運が悪いんですよ僕人生ね、僕が入る前に長嶋茂雄さんが巨人入ってるんですで僕と一緒に王貞治がいてる。うわすごい。あの二人さえいなかったら僕こんなとこに座ってませんよねこんなとこ行ったら悪いけど、いやいや本当にまっちゃん悪いけどほらそういうとこから、まあね、いや本当にすごい人揃わってますよ我々もそれでそれでもね人間ってどっかでね旬というのがあるんですよ、脚光浴びるみたいなとこでプロへ入ってちょっとうだつが上がらんかったんですけど、あ、7年目ぐらいかな、結婚して次女ができた頃からもう7年目ぐらいですわ、うん、その頃にね巨人キラーになるんですよ、おい、うん、それも王長嶋に強いっていうことですよ、おいおい、まあ、ほとんど敬遠やからねほら、まあ、そんなこと打ちようもないいやでもすごかったっていうのは抑えて、それで巨人を日曜日完封して、はい、そうするとやっぱり新聞も騒ぐじゃないですか、はいはい、そして中日がトップ走っとったんですよ、それで優勝かもわからんちゅうことで、それで取材陣が来るわけですよ、そしたら中日で、それでちょっとうちの家内のお家が大きいお家なんですよ、大きいって100坪200坪違うんですよ、千坪正常の、正常のだから木だけでも東京都の天然記念物から、はい、3人ぐらい抱えないかんようなヒマラヤですね、ドゥーッと3本4本立ってる、だからそこの家が気温が3度ぐらい低いんじゃないかと思うぐらい、マイナスイオンああイオンね、ドーッと、そしてまあそこで東京の時はちょっと家内の家に寝泊まりするじゃないですか、はい、別邸みたいなすっごい、それで完封して、はい、そして日曜日帰って、そしたら月曜日取材陣が来て、はい、その写真を撮らせてくれと、はい、というのは巨人キラーの坂東が月曜日試合がないじゃないですか、はい、旅行日で、だから休養してゆっくりしている、ね、中日のエースっていうのを一面に載せるって言われるんですよ、はい、んなこっちもちょっとね、ちょっとしたもんやないかって、はいはい、それでにっこりしたりして写真撮って、先ほどさん話じゃないけどバシバシバシで撮られて、それで写真撮って坂東さんありがとうございましたっつって取材陣が帰るんですよ、それでまあ一日ぼーっとしとったら翌日の火曜日の朝に7時ですよ、朝の7時、ドゥザダダーッと男が7、8人入ってきたんですよ家、ブワッ、言うちゃ悪いけど日本の経済を動かしてるぐらいの人ですよのおじいさんが、そんなとこのおじいさんとこへずわーって警察官が入ってきたんですよ。だからちょっと偉い人はね、躊躇してました、やっぱり。その大きなお家の前で、名前も知ってるっていうんで。ほいで、ずわーっと来たら、その捜査官みたいな人が、ドレデデーって家の中入ってきた。玄関開けて、ドドーンっつって、その家の中入ってきたんですよ。デカが、ドドダーンって、それも靴のまんまで、ずわーって。ほいで、どちらですか、どちら、見たら分かるやろ、庭ってそこやないか、その大きなとこやないか。そしたらなんと僕の写真がこう、はい、うちの娘抱いて、はい、まだ一切満たないぐらい、はい、それを抱っこして、そしたらカメラマンが、はい、さっきの話じゃないけど、ここで花の綺麗なのがこうお庭だから咲いてるんで、坂東さんその大きな花をちょっと指さしてにっこり笑ってくださいって言うんですよ、はい、だから言われた通りするじゃないですか、はい、はい、ほんだにっこりはいとかしたら、はい、いいですね、これはもう休日もそれもエースの休日です、ありがとうございましたって言うんで、そのまま帰った翌日の一面にその写真が載ったんだ、はいはい、そしたらその写真がなんとケシの花やったんです大きなケシの花でケシの花ですよね、ケシの花、麻薬ってことですね、そうそう、うん、そして翌日から球界の麻薬王って言われる綺麗な、全く知らんわけ、全く知りません、たまたま、たまたまです、はい、それもね来た時のそらおまわりさんも部長クラスはびっくりしますよ、そらこんなね日本動かしてるような人の、うん、ねえお家で、ね、だからちょっと嘘と思われた方なのでね、ちゃんとこれだ、その時の
うわすごい、だから見る人が見ればすぐに分かるわけですよね。分かるでしょうね。僕ら知らんじゃないですかこれ。この花。すごい。消しの花。決定的瞬間なんですよ。そうそう。指さしてますよ。指さしてる。そしたらよう見たらこんな花が何本でも咲いとるんですよ。というのはね、鳥がこう落としていくんですね。千坪あるから森みたいになってて、はい、タケノコも生えとるんだけど。こっちは知らんもんが勝手に生えとるわけですよ。そうですそうです。まさか僕もその時初めてケシの花ってこんなんかなと思ったもんね。大麻栽培容疑で踏み込まれたってことですか。そういうことでしょうね。それは大丈夫だったんですね。坂東さん自体は、うん、一応何を聞くねんやつ。違う違う違う、取り調べを受けたわけですよ。あの坂東英二さんですが、これあなたですねって言われましたよ、うん、はい僕ですって。あでも連れては行かれなかった、ね、それとまあ有名なピッチャーやからね、向こうもまあサインが欲しいぐらいのピッチャーでしたから、ほらもういやらしいか、変な時代。いや本当に一応長所で、ね、あの何にも知らずにということでちゃんと書いて坂東英二と書かなダメなんです。はい、知らんっていうのは恐ろしいもんですよ、ね、あびっくりしましたね。あれは大きい家やから起きた事件というかね。まあまあ自慢たらしいな、よその家で。すごい大変ですね。それあれはびっくりしましたね。びっくりしますよね。まあ僕10年前ぐらいからですかね、はい、宮古島、沖縄の宮古島にまあ行くようになって、はいはいはい、でまあ最近は年に何回か行ったりもするんですけど、はい、向こうの、その島民に友達がこうできてすごいよくしてくれるんですけど、はい、その宮古島の島民で一人、あの剣坊ニーニーってみんなから呼ばれてる、向こうの人ってその年上の人ニーニーとかねえねえ、ねね、とか言う、剣坊ニーニーってみんなにこう言われて慕われてる45、6、7歳の、人がいるんです。まあ僕行ったらすごい用意してくれるんですよ。散髪屋さんやってて、そのすごいこうトっぽい感じのちょっとロックテイストの入った感じで、すごいこう優しくて、でこうサービス精神もすごいこうあって、でもすごいシャイでみたいな人がこういるんです。ほんで、まあ、宮古島ってすごいこう田舎なんで、その人が若い時にいろんなロックとかファッションをその人が宮古島にこう入れた。へえ。今結構宮古島で、毎年宮古ロックフェスみたいなこうでっかいフェスがあったりするのは、その剣坊ニーニーの後輩が仕切ってやってたりとか、まあ、ちっちゃい島ですけどライブハウスが結構こうあったりみたいな、そういう、まあ、剣坊ニーニーがまあ、いるせいでライブハウスでその、まあ、ケモリの友達がライブをやると、うん、ほんならサービス精神が旺盛ですから、これをなんとかこう盛り上げたいってんで、ジー、うんうん、パンをお尻の部分切って、うんうん、ね、うん、履いてるパンツもお尻の部分切って、うんうん、ほんでライブ始まる、盛り上がったところでフロアにうわーって言ったら、うわーお尻出てるよ剣坊ニーニー、これは盛り上がるぞということで仕込んで、誰よりも先にライブハウス入って椅子座って、でお酒飲みながら、あれニーニー早いですね、おーまあなーなんて言いながら、ほんでうわーってライブ始まった、いやまだやまだや、もう一番ピークのところで俺が行くぞーって言うてたら、飲みすぎてもうて気ぃ付いたら、うん、剣坊ニーニー表の駐車場でバーッ倒れたんですね。バーッて気ぃ付いたら警察官2人が真っ青な顔して、うん、お兄さん大丈夫っつって、一瞬何のこと分からない、あ俺ケツ丸出しやっつったら、警察官が、お兄さん気を確かに聞いてね、もしかしたら乱暴されたかもしれない。剣坊ニーニー、剣坊ニーニーとにかく家まで送っていくからパトカーで、俺パトカー乗らんならちょっと待っていて、新聞紙引かれたって。時間剣坊ニーニー、剣坊ニーニーすごいな。まあ、僕奇跡ってあるんだなって話なんですけど、はい、まあ、さっきも言ったんですけど、うん、今度は僕また逆なの話なんですけど、本当に2人組の女の子が本当に好きなんですと、うん、逆なされまして、で一緒に飲みに行こうって言って、うん、で飲みに行ってて、で実は次の日に生放送があったんで、そんな遅くまでは飲めないと、うん、ただその、まあ、2人の番号も聞いたし、これはもう今日はこれぐらいでいいやと思って帰ろうと思ったんですけども、絶対に男は帰れない魔法のセリフをその子たちが使って、
僕の耳元でその子が山ちゃんと 3P しようって言われたんですよ。あららら、いやこれで帰れる人間で多分僧侶以外いないと思うんですよ。この言葉聞いて帰れる僧侶でも行くよ。僧侶でも行っちゃうからそれぐらいすごい誘いじゃないですか。そうなったら僕はあ、まあ、でも時間なんだかんだでまだいけるなみたいな、うん、人芝居、はい、その 3P をきっかけに揺らいだと思われたくないから、まあ、そこはもう、あ、まあ、でもまだいけるか明日リハ遅いって言ってたしみたいなことを一人芝居して、うん、で行こうとでホテルにいざ向かうって、はい、でこう、わ緊張するわとか言ってるんですけど僕も一応そういう、 こう芸人としてやってるからそういうことはいつも日常茶飯事だよって思わせたいんですよ。なんかちょっと大きくどんな感覚やるんですか。いやなんかちょっとやっぱそのモテてるじゃないですけど遊んでるよって初めてだからとかいうのバレたくないから遅れ取ってないぞと。そうです、堂々としてて、まあ、行こうってしたら、まあ、その子があちょっとごめんやっぱりすごい緊張すると、うん、初めてだからって言ってうわ可愛いなと思ってでちょっと一軒だけ店行っていいって言われて、うん、一軒だけお酒入れようって言って、うん、で行ってたんですよ。まあそれでいやダメだホテル行こうって言うとなんかすごいかっこ悪いじゃないですか。だからもうちょっと、うん、おいよ行こう一軒だけ行こうっつって行きつけの店あるからって言ってそこで一杯飲んだんですけどもその先にガッチリ薬もられててはい、でパッてこれトン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 ってやられて起きたらその横ですごい心配そうにホームレスの人が兄ちゃん大丈夫かって言って財布も荷物も全部ない速攻警察に行って警察の大使が平成で昏睡強盗珍しいよ昏睡強盗昏睡強盗ですお酒に薬入れてすごいな珍しいよって言ってすごいなあそうですかって長所も取ってるんですよ、うん、であのなんであのついてったのとか言われてあのそのまあお誘われてつって、うん、なんで誘われた誘われた時の言葉は、うん、3P をしようって言われまして何って複数のあの 3P をしようってましてってなってもう長所取ってる時もみんなもうクスクス笑ってるんですよ、ね、でも本当これから気をつけなさいね言わなあかんねや、はい、お前の話事件性たっぷりやなそうですねスキャンダルスなそうですスキャンダルスな滑らない話多いですねまあしばらく人間は嫌いでしたけどねはい、はい、警察って大変やねんなと思ったことがあって、うんうん、僕もう2年3年ぐらい前にあのバイクを盗難にあったんですよ。大阪にバイクを置いててで結構東京に仕事でよく呼んでもらってて月1回大阪帰れるみたいな状態の日があってで行ったら本当にねあの盗まれた経験ある人分かると思うんですけど本当にあのアニメみたいに、うん点線がパッパッパってなるみたいな感じなんですよ。あれあれみたいな、ここにあるはずのもんがないっていうの。でも訳も分からず近所うろうろしたりとかなんか近所にどっか置いたかなと置いてるわけないのにみたいな、うわやられたと思ったんですけど、これ冷静なろと、これもし今盗まれて、まあほんで1ヶ月家も空けてたからいつ盗まれたか分からんし、この盗難されたことで事故でも起こされたら今多分名義上は僕のバイクなんで僕に責任がかかるんじゃないかなと、まずやるべきことは何やろ、もう夜中やったんですよ。結構真夜中に気づいて、わどうしようどうしようと思って、廃車手続きとかはまだできへんなと思って、まずは警察に盗難届出しとかな、僕のバイクは誰かが勝手に乗ってたもんですって、もし事故とかされた場合にそれの証明だけしなあかんもって、もう真夜中もう3時回ってるぐらいに警察に行ったんですよ。で実はあのバイクを盗難されまして、で何月何日ですかみたいな、いやちょっとそれが日付がわからないんですよみたいな流行り取りしてる時に、もう夜中なんで、ただあの警察もこの何ですか内部無線みたいなやつを、わりかしそのロビーみたいなことこう響くようなことをあのあれで知らしてるんですよ。こういう通報がありました、わかりました、向かいますみたいなのが聞こえてるんですよ。でそれでほんま警察ってこれ結構思ってるより大変やぞと思ったのは、聞こえてきたやつで、何々駅の、商店街 の、 あのシャッターがもう閉まってる時間なんですが、そこに、亀を名乗る男がうろついていますという通報があります。えあのその返事の人が、え神ですか、神を名乗る男ですか、亀を名乗る男が亀を名乗る男が商店街をずっと徘徊してます、亀ですか
はい、あの通報がありましたって言ってくださいみたいな、わかりました行きますみたいなやり取りして、大変やと思う。亀やったら大丈夫ちゃうんかみたいな、亀名乗る男そうそう害ないぞみたいな。うわー、警察ってそういうのもそうか、通報があって、もしそれで行ってなかったら後で問題起きたらいろいろあるから、もう一応行かなあかんねんなと思って、え、それでも行かなあかんのっていう通報もあって、ですね、何丁目の何々さんから通報がありまして、あの風が非常に強くて木が大きく揺れてます、風が非常に強くて木が揺れてるので、その木の向こうに揺れてるから誰かいるような気がしてしまうので見てください。大変なんで分かってるやんっていうね。風が揺らしてるのに、風が揺らしてる木が分かってるけど、その奥に誰かおる気がするから見に行ってくれと。大変やねんなっていう話です。大変やな、聞かなわからんもんやな、そんなの見方あかんねん、そりゃそうですよね。これあの高校生の頃の修学旅行の話なんですけど、あの僕今まで小学校中学校高校っていうの修学旅行に行ったことがないんですよ。で小学校の時はあの腕の骨を折ってまして、みんなの迷惑になるから行ったらいかんと。で中学校の時は前日あの張り切って長風呂してしまいまして、熱40度出してまして、風呂行ったらあのもう行ったらいかん言われまして、であの高校生の時にそのまあ中学校の時にそのまあちょっとグレてまして、もう高校行くつもりなかったんですけど、お母さん高校だけ出てくれっていうことで、あの高校のパンフレットで、あんた修学旅行行ったことないやろ、この高校は修学旅行はハワイよ、ああそれは行きたいっつって、で本当勉強もしなくていいんで、あの行けるって言われたんで、じゃあ僕行くっつって高校入ったんですけど、で修学旅行楽しみにしてて、あの高校2年生のその冬修学旅行の前日にもう荷物も準備してもう待ってたわけですよ。で、あの7時に起きる予定やったんですけど、朝5時に母親残されまして、まさきって、でバッて起きたら2時間前やし、まだ暗いし、いやまだ早いやろって言ったら、いや警察が来てる。はっつって、警察何っつってパッて見たら、本当にスーツ着たおっさんが僕のベッド囲ってるんですよ。え？これで、え何っつったら、佐田正樹だなって言われまして、はいっつったら逮捕状だって言われまして。身に覚えないかっつって、いや確かにあるんですけど、あったんですけど、ちょっと待ってくれと、あと2時間したら俺はハワイに行くわけよ。なんでお前その2時間前に来るかも、俺行ったことない修学旅行で、いやそんなん関係ないと、荷物準備しろって言われました。いや確かに修学旅行で荷物準備しとったけどね、これはその留置所とか入るために用意した荷物じゃなくて、ハワイに行くための荷物なんですよっつって、関係ないって言われて、その頃は未成年だったんですけど、玄関ですぐ手錠をかけられまして、縄で縛られて、いや面白いな、はい、もう本当になんか修学旅行行ったことないんですよ。はあ面白いな、いや面白いすごいね。ファミレスでネタを書こうと思いまして、自転車で向かったんですよ、夜中に、はい、そしたら警察官がいまして、盗難者チェックみたいな感じ で、はい、うん、で明らかに年下の警察官なんですけど、はい、めちゃくちゃ偉そうな感じで、あ、俺たまにね、おい止まれって言うんですよ、めちゃくちゃ偉そうな感じ で、でお前ライトつけねえとダメだろうって言うんですよ。確かに僕ライトつけてなかったんですよ。すいません、ちょっとライト壊れてまして今つかないんですよ、そしたらその警察官が、いやお前壊れてるじゃねえだろうって言って、壊れてるんだったら懐中電灯をカゴに乗せてつけて走んねえとダメだろうって、お前自動車学校で習っただろうって言われたんですよ。でちょっとあまりにも言われすぎたんでムカついたんで、いやライトが壊れて懐中電灯をカゴに乗せるってのは習ってないですねって言ったんです。どこの自動車学校で教えてもらえるんですかねって言ったんですよ。そしたらその警察官が、いやへりくつはいいんだよって言って、全然もう偉そうな感じが終わらないんですよ。でお前さもっと頑張れよって言われたんですよ。めっちゃめっちゃ腹立つ、ちょっとテーマが変わってきてるよね。でお前になんで頑張れって言わないらあかんねんって言ったんですよ。なえねんって言ったらその警察官が、いやいや君にあのエールを送ったんだよって言うんですよ。
なんでお前ネイルを切らんじゃなかんねんこらっつって、でめっちゃでかい声出してたんで、パトカーが2台来まして、で警察官が3人ぐらい降りてきて、僕バーッと押さえられたんですよ。いや待ってくださいっつってこの人は頑張れって言うから僕は叫んでたんですよっつって、まあまあまあってなって、で僕にはとっておきの切り札があったんですよ。明らかに年下やったんで、生年月日を言わして、お前年下やないかっつって、なんで敬語使わんねんって言おうと思ったんですよ。でこう抑えながらも、ちょっと待ってください、これだけは言わせてくださいっつって、俺は昭和49年生まれやけど、お前はいつやない言えやっつったんですよ。そしたら昭和45年だって言うんですよ。めちゃくちゃ童顔 の、 年上やったんですよ。で僕も言うことなくなっちゃって、切り札ないからね、なぬーっつったんですよ。言うことがなくなっちゃいますよ。ナヌーつってね、なかなかないよね、生きててナヌーって。僕結婚見えてちょっと結婚してるんですよ、はい、ちょっと今結婚見えて、でも結婚結婚さっき言いそうな、結婚見えて結婚してる、結婚してるんですよ、でですね、ちょっとまあ嫁がですね、結構まあクレイジーっちゃクレイジーって、まあそのなんていうか、そのおかしいっちゃおかしいんですよ、クレイジーワイフ、はい、服選ぶ時も、はい、あの半袖の T シャツなんですけど、14色ぐらいのボーダーのやつ着てたりするんですよ。14色ボーダー、あんまし見ない、見ないですよ。かなりのそうです、コンプリートですね、色。そうです、そんな嫁なんですけど、一回その芸人やってまして、全然飯が食えない時期がありまして、で嫁は夜スナックで働いとるんで、結構財布の中にお金入れとるんですよ、で嫁が寝たのを確認して、ベッドの下から財布の中お金盗んだんですよ、僕がね、嫁の財布から、はい、で毎回小銭を盗んどんだったんですけど、もうバレなかったんですよ、それは、今まで、でもうそろそろ慣れたから大金行こうと思って、自分で1万円盗みまして、ポケット入れて、で仕事行ったんですよ、んだらその仕事始まる前電話のラッシュですよ、で嫁からですよ、で何ないないねお金が、いや知らんがな、そんなこと俺に言われても、知らん、なんで泥棒かな、いや泥棒じゃないけど、お前使ったんちゃうの、うわどうしよう、どうしたらいいかな、知らんがな、もう仕事始まるから、もうかけてくんなよって、ピシッと切ったんですよ、で大変なことが起こったんですよ、家帰ったら、パトカー止まってるんですよ、うわ来た思って、これやばい思って、で家入ったら、もう黒服着た刑事がソファーに座って嫁といろいろ話してるんですよ、お前何してんねんって言って、で寝室読んで、いや盗まれたから読んだよ、いやいや読んだ、どうしようかな思って、言うしかないな思って、いやごめん俺やったよ、俺が一枚盗んで、あそうなんや、軽い感じで終わったんですよ、ほんでそれから気づいたら5分後なんですけど、パトカーの中入れられてて気づいた、あーもうそのまま逮捕、はい、空白の時間だった、もう真っ白になってたんで、気づいたらまたパトカーの中入ってて連行しました、はい、で俺どうしよう思って、前科つくからちょっと降ろしてくれと警察官の人に、運転するやつに頼むから降ろしてくれと、夫婦で解決するからちょっと一回降ろせボケと、もうそういう感じだと思ったんですよ、で嫁もそんなね、俺を警察に送るような嫁じゃないと、一回もう一回話させてくれと、いやでもそんなこと言いましてもね、ちょっと右見てくださいよって窓ありますよね、パッて見たら嫁が行ってくれみたいな感じでこうしとったんです、連れて行ってくれ、どうぞ連れてください、その後ちょっと腹立ったんが、運転してるやつがポンポンって鳴らしたんです、何のポンプやねん思って行ってくるわみたいな、なんかコンビネーション取りでもなったな、そういう話ですか、もったいもんじゃない、今のでこいつが芸人100点人間0点値とかそんなことはない、小手にからいきなり1万はいたんか、小学生の話しちゃいますからね、嫁から盗んでるんですよ。僕ねこれね、もう本当に今やから言える、まあ今までタイムリーすぎたんで言えなかったんですけど、はい、結構有名な殺人事件があったんですよ、数年前に、で結局解決はしたんです、犯人は捕まったんですけど、割と捕まるまでに1年2年近くねかかったんですよ、割と犯人の特定が難しくて、はい、で僕ずっと親しく、
ックしてる放送作家のサダっていう、はい、あはい、サダ、サダっていうあの放送作家の、まあちょっと見た目デブっとしたね、はい、しょっちゅう一緒におるやつなんですけど、はい、そいつが実はその事件の最終5人の容疑者まで残ってたんですよ。サダ君、それが地域も一緒だったし、え、多分サダってあんまちょっと不審者っぽいんですよ、やっぱり見た目も、はいはいはい、おそらく近所からも変な人おると、はい、まあ、独身でもうええおっさんで、なんか放送作家って言っても仕事も大してないので、もうなんか、なんかこうちゃんと朝出て仕事帰ってくるみたいなコントでもないですから、うん、はい、あの人何してる人なんやろうって、もしかしたら怪しくないですかって言われたのかもしれない。で、サダが、まあ、ほんま吉田って言うんですけどね、サダが家にいたら、ある時、刑事が来て、ちょっとお話を聞かせてほしいって来たんですよ。で、その時にサダは、ずっとこうやって話してたんですって、その刑事と。で、なんで刑事とね、そんな風に話すんやってたら、前の日にニンニクラーメンをめっちゃ食ってもうた。エチケットやばい。エチケット。その刑事に臭いと思われんのが嫌やったから、ずっとこうしてた。でもそれ違う意味でも臭いと思われたでって。そうですよ。臭い臭いこいつ臭い。そうでしょ。思いますよ。で、当然ですよ、当然ですよ。それもう完全に容疑者に上がってますから。で、数日後に、